はい、お疲れ様です。山です。オクトパストラベラーを続きやっていきます。さあ、前回取ってなかったテリオンくんの宝箱を開けて、火の宝箱だったっけな、違う火のアミュレットで火属性防御かな、はい、ゲットしましたね。で、一番奥来たんでどうなってるのかなって見に来たらいましたね。はい、お、一応このマーク出るんだねはい、はい、で、じゃあ一旦戻ってですかね。町の用事全然やってなかった気がするんですけどね。サブクエとか。ん？マジ？あれ？前回確認したつもりではいるんですけどね。マジか。はいと。いいね。そうか、確認はねちょいちょいしてるんですけど、このタイミングでの確認はしてなかったですね。前回終わってから毎回パーティーメンバーを変えてみたいなことはしてなかったんで、見とこうか。あとは誰だっけ、オフィリアとエリオン見たよねぐらいか。あー、そんなに数あるわけじゃないけど、見逃せるほど少なくもないというか、なんでしょうね。はい。さあ、で、行くんですけど、まあ、アーフェの薬では多分治せない病気というか多分呪いですよね。魔眼的な？うん。製本ね。はい。で、いろいろね。盗んだりしていきましょうか。この街は製本工房で、長年働いている男性、人と接するのがあまり得意ではないと。あー、まあ、話がちょっと苦手ですからということですね。まあ黙々とやる仕事が性に合ってるんでしょうね。うん。気づいたらね、夕方みたいな。でもそういうのいいよね。いや。もう一瞬で終わるみたいなね。かつて女性に騙されて全財産を失った男性。まあそれ以来不安になって、所持金やお金を至るところに隠すようになったと。で、隠しすぎたから、どこに隠したか忘れ始めてしまっていると。ありがとな。どこだ？酒場の前に隠してんの？あ、なんだっけ。入り口の前のさ、こういう、壺の下に置いてんだ。家の鍵か、つってね。で、銀の入った革袋だから、飲み台用に置いといたんですかね。面白いね。これなんか人間のね、他の、メインキャラクター以外の設定が面白いよね。引き出せない。30か。もうちょいで30ですけどね。おー、名人の。この人を倒せば入れるよね。どうでしょう。膨らんだ財布。いただこう。はい。姉に代わって彼女の製作した鉄製品を武具屋やその他の店へと卸している男性。姉の前では心優しい献身的な弟を演じているが、その実売り上げの大半は己の懐へと収めており、賭け事や酒に費やしている。ああ。ああ。お姉さんを利用してると。最低ですね。一旦これぶちのめしておいた方がいいんでしょうけどもね。まあ、ちょっと強いんで、今置いといて。で、ここ？はい。本好きの青年ですかね。はい。で、製本職人になったと。はい。
まあ、素晴らしい経験をさせてくれた本にね、まあそういう自分もいつかそういう本を作れるように日々頑張ってますと。あり。エレメントローブいいね。魔法防御が結構上がるのか。これはオフィリアかプリムロゼスかね。回復が上がるんですよね確か。属性防御はね。やあ。この本は海を越えた異国で作られたもの。うん。風土について記してあるらしいんだけど、困ったことに見たこともない文字でね。読めないんだ。異国の言葉。わかんないね。いたかな、そういう人。まあ見かけたらですよね。こんにちは。こんにちは。まあ、はい。本の材料をこの町へと卸している商人。製本工房へと。もともとこの町で製本職人として働く親友がいて、彼のために最高の材料を揃えるべくこの仕事を始めた。おー、いいね。いい友達じゃん。友達のことを思ってね。あり。はい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 。この人なんだっけ、うん、仕事なくなった傭兵さんか、はい、雇い主を守りきれなかったと。かつて貴族に仕えて、しかしその主を守れなかった男。貴族か。オルベリクとはまた違うね。はい。裏切って生き残るよりも共に朽ちた方がよほど楽だった。あー、そっか。貴族ランドールの最後。ありがとな。ずっとね、つきまといますもんね、そういう、後悔というかね。はい。歴史研究家ですかね、の青年と、過去の人々が歩んだ道筋をたどることに楽しみを見出し、歴史を紐解くことに情熱を燃やしている。おぉ。ありがとな。いいじゃん。はい、300年ほど前に栄えていたウェントス王朝について調べてます。うん、ウェントス3世は絵画の才能を持っていたことで有名です。ある日を境に絵を描かなくなったんだけど、その真相を知りたい。なんでしょうね、歴史研究家っつったらなんか、コブルッソンかなにいたけど、ちょっと違うかな。あ、でも関連はありそうですね。子供。あ、なんか悲しいね。子供が事情を知ってるってことは、多分親が言ってんでしょうね。っていうのがやっぱね、噂というか、生きづらいですよね、あの人にとっては。この街でね。とてもまっすぐな性格の男の子。純粋で正直なため容赦がなく、思ったことをそのまま口に出してしまう。子供ゆえの残酷さに多くの大人が打ちのめされ、この付近ではちょっとした有名人になっている。ありがとな。うん、ストレートなんでしょうね。まあ大人じゃ言えないような言葉をね。ね、なんでみたいな。貴族ネイサーに仕える護衛兵。ああ、あの人か。到底尊敬できるような主ではないが、金払いはいいため、彼に仕えている。無論、いざとなれば命を懸けるほどの相手ではなく、いつでも見捨てる覚悟だけはできている。見捨てる覚悟だけはできている。ありがとう。やばい状況になったら逃げると。そんなもんすよね。で、ネイさんね。あ、聞き出せないんだ。硬いね。ガーディアンベルト。あ、物理防御65っていいね。パワーベルト。あ、これもいいね。これを、オルベリクに持たせると、そうすればさらに上がるわけだ。すげえ。つけようか。
はい。で、殴る？そう。えっつって見せられましたね今。始めようか。ここからが本番だ。はい。はいはい、弱いね。ここからが本番。お、槍か。いいね。さっきもらったパワーベルトがいいね。効いてるよ。モルベリコめちゃくちゃ強化していこうか。感謝する。感謝する。室内で、主がやられてますけども。うん。特に反応なく。なあ。うん。洞窟？山の森の奥には森の主が住む洞窟がある。あったっけ。貴族に仕える庭師の男性だが、主の言いつけを守らずに毎日サボってばかりいる。仕事してないんだ。本来は町全体の手入れを言い渡されているが、目立つ部分の雑草しか刈り取らないため、無人の森かは、荒れ放題となっている。消しかける先制化情報。ありがとう。この街でね。ちゃんと仕事しないと。だからここの手すりのさ、木というか何このツタもさ、この人は仕事でしょう。取らないと。でも雑草かな、全部これ。ここら辺もさ。この屋敷もひどいもんですよね。ただ一人で街全体はやっぱ厳しいものはあるでしょうけど。それでもだよね。うん。この近辺で狩猟を行っている狩人の男性。買った獣は骨まで生かすという教えのもと、一切の無駄なく、各部位ごとに丁寧な処理を施して、必要としているものへと受け渡している。ああ。ありがとな。素晴らしいね。スペルボー弱いね。そんな使える人いないじゃん。まあ予備に置いとこうか。バトルジョブ用にさ。ね。ちょっと使えないよね。ね。だいぶ弱いっすね。で、うん。そっか。酒場で働いている女性と、この町を訪れる裕福な男性に認められようと、見染められようとか、はい。今の職場を選んだものの、そんな機会には恵まれず。悲しいね。酒場ではなく宿屋にするべきだったと後悔している。酒場にはなんかちゃんとした人来ないのかな、ね。ありがとな。残念でしたね。転職はできないですかね。ちゃんとした人は酒場に来ないと。そんなことないと思うけどね。お、薬師。この町の、年齢の割にだいぶ若い容姿を保っている。おぉ。ありがとな。健康寿命が長いんでしょうね、多分。こういう人は。はい。ああ。で、修繕を行っている、この町の修繕を行っている大工の男性。そっか。だいぶボロが出てきてるから、転勤や修繕を行っていると。まあ大事な仕事っすよね。ありがとな。はい。シャドウ棒。いいね。取れないですけど。この人は怪しかったよね。ロビアス。連中が目を引きつけている間に。ここかな。これなんかさ、品物あるよね。ずる賢さに定評のある商人。自分の手を汚さずに、かつ苦労もせず、儲けることだけを常に考えて行動している。ありがとな。楽して。何やってんのかよくわかんないね。
なんか企んでますけどね。さあ、気のせいか。はい、製紙家業を営んでいる男性と、紙を作る仕事っすよね。はい。で、まあとても高品質であり、他の地域から買い付けに来る商人も多い。ああ。ありがとな。そうなんだね。ハヤブサの装束。すごい。武器獲得なんか、まあ次どこ行くかまだ考えてなかったんですけど。うん。ああ、少しは見どころありそうなやつではあるが、なんでしょうね。誰？見どころ。この周辺で取れる良質な鉄を鍛冶屋へと卸している男性。最近では彼女の生活が少しでも楽になるように、彼女の弟からだいぶ根の張る体験を購入した。あ、見どころがあるっていうのはこの彼女の弟のことかな。ありがとな。うん、それを禁断の剣。あ、めっちゃ強い。310だって。稀に対象の物理攻撃を増加。あー、禁断か。リスク悪いっすね。とりあえず。バスタードソード。そんなあの。え？そんな強くない？そんな強くないね。この人は。サイラスに持たしてもいいかもね。うん。あ、ここはそうか。これなんか寂しいよね。メインクエスト終わったらいないみたいなね。なんかね、寂しいですね。さあ。いや。どことなく高貴な青年。どことなくね。端正な顔立ちをした彫刻家の青年。ああ。気品があって、モテると。で、芸術のセンスもあると。で、ファンが多い。ありがとう。素晴らしいね。目がくらむ美術品だって。OK。ああ。ん？噂ではウェントス王朝聞いたね。ウェントス王朝、なんだっけ？ああ。あ、歴史研究家がどの子の言ってたね。松江がこの町にいるんだ。ああ。その人から情報を聞けば、サブクエ達成かな。はい。とても人当たりの良い男性のふりをして、様々な情報を仕入れて回っている男性とは。うん。噂好きな人っすよね。まあ噂話が好きですということ。ね。はい。うん。さあ、教会。新刊男性。本がとても好きであり、最近は自分も、そっか、自分の聖歌の教えを説いた本を書いて子供たちへと配ってる。素晴らしいね。ありがとうな。こういう人がね、頑張ってる。あー、取っちゃうか。裏で黒妖怪みたいなところに、つながりを持ってる人もいるわけですよね。まあ、表と裏ということで。ん？ここを通りたければ倒せと。試合が挑めないってことは多分相当強いんでしょうね。ひねくれた男性の親友兼護衛の男性。友達ではあるんだね。はい。ありがとな。この中にいるんだ。ひねくれた男性が。はい。どうだ強さは。ああ、強いね。うん。ならず者の子分。妹さんのライアさんがいた時はもっと穏やか。荒れてんだ。うん。ああ。行き倒れていたところを助けてもらって、それ以来忠誠を誓っている子分ですね。ああ、裁縫と手料理が自信ありと。ありがなんだそれ。手先が器用なんですかね。
あ？ならず者。うん。あ、この人がさっきの親分か。妹が、あー、そっか、いないって言ってたもんね。どこ行ったんでしょうね。ありがとな。うん。2回しばく？そんな強くはない。戦っとくか。あの、これ、どうなんでしょうね。そう。戦って。押して参る。なんか意味あんのかな。サブクエでさ、倒した方がいいっていうのは、あるのはわかるんですけど、こういう、なんだろうな。ただ喧嘩を打って勝つだけみたいな。のに意味はあんのかな。ここからか。さあ。ここからが。強っ。パワーベルトすげえ生きてんな。また、あ、え？話進んじゃったけど。そういうことか。そうか、多分じいさんに絡んでたんでしょうね。そうとは知らずに。なるほど。あ？ああ。何度追っ払ってもすぐにやってくる。ああ、達成したわけじゃないもんね。つか、どうなの？サブクエ始めたわけではないんだよね。スタートの記録があるのかな？怖いんだけど。勝手に始めちゃったけど、いいのかな？はい。気にはなるんですけどね。このまま行きましょうか。さあ、次は、アーフェンの話なんですよね。で、オーンスラッシャー。変えるけどな。でもグリズリースラッシャーよりも弱いんだ。アイトさんが持ってるのがグリズリースラッシャーなんですよ。なんでそれよりも弱いんだ。22000出してか。だったら防具開けとく？スパイクシールド。回避は下がるけど、みたいな。むずいな。ハヤブサの、ああ、これいいかもな。こっちにしようか。これ二つ買って、うん。つけて、エレメントラブ。これ一個ゲットしたんですよね。だったら、あ、オルベリクもこの装備がいいな。そうっすね。じゃあ、一個ずつ買って、かな？いや、無理か。買わずにいいや。買わずに行きましょう。トレサに、これね、つけて、かな？で、あ、それ、リングもゲットしてたな。守護のリング。いいね、強い。で、この人は、精神上げとこうか。で、サッチもつけて。この人は、精神のリングがめっちゃ余ってんな。SP。よいしょ。まあ、いっか、これでいきましょうか。はい、ということで、じゃあ今回これで以上です。次回、アーフェンの話するために、ここのゴールドショア行きましょうということで。で、パーティーは今こんな感じですかね。ジョブをちょっといじりまして、こんな感じですけどもね。みんな変わるよね。見た目が全然さ。トレサもね、トレサにね、剣士とかね、ね、見習いっぽくてね、可愛らしいんですけどね。魔法使いも全然いいですよ。なんかフードがいいですよね。で、アーフェンはアーフェンで、なんか型破りなキャラになるね、全体的な、的な感じでさ、剣士もそうだし、ね、学者とか神官も、絶対ちょっとなんか、
はみ出してる感じしますもんね。で、ハイントさんもね、なんか強そうね、どの職業も。はい。で、今こんな感じですね。ハイントさんに剣士を持たせて、アフェに学者、トレさんに進化ですかね。この感じでいきたいと思います。ということで。はい、今回はこれで以上です。ありがとうございました。